はあ、楽しかったずら。すっかり長居しちゃったずら。本屋さんでお迎えした世界の絶景を集めた写真集、読んでいるだけでちょっとした旅行気分を味わえて最高だったよね。絶景っていうだけあって、どの写真もとっても綺麗だったずら。しかもその場所の説明もたくさん書いてあって、ついつい夢中になって読み込んでしまったずら。実際にその景色を見に行くのはなかなか難しいけれど、想像しながら写真や説明を見るのって楽しいよね。海や山の絶景もすごく素敵だったけど、マルはちょっとした街の景色がいいなって思ったんだ。例えばこのアーケードがある商店街の景色とか、色とりどりの傘で彩られた路地も、おとぎ話の世界に入ったみたいで、見ているだけでワクワクしちゃった。マル、もっともっと世界のすごい景色を見てみたくなっちゃった。よかったらこの後図書館に行かない？もっといろんな場所の写真集を探そうよ。